こんにちは。開運案内人池田芳子です。今日はですね、自動的に幸せになる方法について話をします。はい、普通だったらですね、自動的に幸せになる、こういうのね、うさんくさくないですかね、普通はね。でもね、伝えなさい、絶対に伝えなさいというかなりね、強い声がするんです。まあ、しますので、今日はさらに強い使命感を持ってお話をさせていただきます。でもね、自動的に幸せになるなんてね、そんなの普通あるわけないというのが、まあ、普通だと思いますよね、確かに。普通の考えですよね。でもね、こういうのって不思議に思ったことってないですか？魔法じゃないけどさ、本当は何かあるんじゃないのか。自動的に幸せになる方法みたいなのってね、まあ、ないかもだけど、もしかすると本当はある。あるかもしれない。まあ、例えばですよ、お金持ちの家に生まれたかった。恵まれたお家に生まれたかった。まあ、多分ね、年齢関係なくね、日本人の9割かもっとかですね、一度はそんな風に思ったことってあるんじゃないでしょうかね。別にね、自分家が気に入らなかったとか、家が嫌だったとかじゃなくてもね、お金があったらな、もっとお金があったらいいのにって。まあ、お金が全てっていうわけじゃないですけどね。お金があれば解決することって、私たちみんな大人になっていけば誰だって経験してますからね。ですからお金持ちの家に生まれるっていうのは自動的に幸せになる方の一つとは言えるんじゃないでしょうかね。まあ、これ宝くじに当たるのだって1等7億10億それで人生がガラッと変わる。宝くじで超お金持ちになるっていうのだってこれね、一瞬で幸せになるのと似たようなことかもしれないですよね。つまりですね、自動的に幸せになるみたいな、こういうそういう方法がね、ないわけではない。まあ、そういう感じはあると思うんです。これね、信じるとか信じないっていうよりも、まあ、結局のところ得するかしないか、まあ、そういう話でもあると思うんですよね。別に得したくて生きてるってわけじゃないですけどね。私ね、さっき言いましたけど、これだけはね、絶対お伝えしとかなきゃいけないんです。私たちにですね、これはね、天からの警告だと思うんです。これだけは伝えなさい。はい。どういう話かと言いますとですね、最近、日本人って、まあ、この日本という国もそうなんですが、前よりね、以前に比べたらなんか損させられてるようなことってなんか多くなってきた気がしないですか？なんかね、変な感じしません？ごたごたが続いてるオリンピック、これなんかもそうですけど、ワクチンが遅れた問題なんかでも感じるんですけど、ほらね、アメリカとかヨーロッパ見たらね、もう旅行とか外食とかね、レストランでの食事なんかも、あちらはワクチン接種がだいぶ終わっててさ、バンバン行けるようになってきてるし、これね、ニュースなんか見ててもそうですよね。比べるとね、ちょっと前の日本だったらここまで立ち遅れた感じにならなかったと思うんですけど、何かね、最近の日本ってこうなんかおかしいですからね。以前とは逆のことが起きてて、日本はなんか損してるんじゃないかっていうね。それで結構ね、今やばいことになってきてるんですけど、で、まあ、早速この話、結論から言いますと、最近の日本人、見えないものに守られる力っていうのね、なんか最近少し落ちてきた感じしません？見えないものに守られる力が落ちてきてる。本来ならもっと守られるはずなのにですよ。ここ最近10年ぐらいかな、なんかおかしい、なんかちょっと変だって感じいられてる方ね、結構ね、いらっしゃると思うんです。例えばですね、
これ敏感に感じてらっしゃる方ね、いらっしゃると思うんですけど、例えばですよ、ある人が占いをしてもらいましたね、占いね、するとちょっとその人にとって良くない結果、悪い結果が出たとしますね。するとね、これが昔と違ってですね、その悪い結果がなんか最近当たることが多くなってきたんだよね。そういうケースをね、最近よく聞くんです。なんだよそんなの、占いなんか当たる時もありゃ当たらない時もあるだろうってね、そういう話をしてるんじゃないんですよ。そういう話じゃないの。私ね、こうやって動画でね、皆さんにお話をさせてもらう、ずっと前から、まあご存知の方もいらっしゃいますけども、メルマガなんかを書かせてもらっててましてね、これね、その前はブログとかも書いてて、そういう時代から皆さんの相談とか受けてましたから、占いについての相談なんかもいただいてるわけですよ。うちはね、こう亡くなった父が、まあ、高堂という人がおりまして、まあ、そういう専門家でしたからね。で、たびたび私はこういうふうに答えていたわけです。よろしいでしょうか。人間には運気に強く左右される時期がある。よく聞いてくださいね。人間には運気に強く左右される時期があるんです。なんでそういうふうに運気に強く左右されやすい時期が現れるのかと言いますとですね、これね、逆に言いますと、運気に強く左右される時期があるっていうのは、逆にね、人間は普段はそんなに強く運気には左右されているわけじゃない、運気の影響をそんなに強く受け続けているわけではないんです。だから占いだってね、そんなに毎回毎回はピタリと当たらないんです。なぜかというとですね、これ私たちの日常というのは大半がですよ、目に見えない世界ではなくて、この世の目に見えるこの世界の状態ですね、この世界の状態、ほとんどはですね、人間関係とか家族とかね、お仕事職場ですとかね、そこにいるお互いの性格ですとか力関係ですとか、9割方は私たちが見てる知っている日常の力関係で動いているものなんです。目に見えない世界の力、いわゆる運不運の運気もそうなんですが、そういった目に見えない世界の心霊学的な要因というのは1割とかね、それ以下にもならない微々たる影響なんです、普段はね。ですから普通に過ごして生活していらっしゃる方なんかだと、占いによる結果もその程度の影響しかないんですよね。ところがですよ、よろしいですか、大事なところですよ。ところがその人が気のエネルギーがね、弱い状態になっていて、守られているのが弱い状態、いわゆる一般的には神霊とか神仏ですね、ご先祖様に守られているはずが、それが弱くなっている状態というのがあるんです、起きるんです。そういうことが起きている場合、その時はさっき言いました、私たちの日常を占めているこの目に見える働きの部分が、さっき言った9割方占めてはずだったのが、9割が8割7割6割5割とだんだん減っていってね、逆に目に見えない心霊学的なこの要因が2倍3倍とあるいは4倍5倍ね、何倍にも相対的に大きくなっていってしまう。するとね、そっち側に飲み込まれてしまうんだ、これね。悪いマイナスエネルギーの影響を受けてしまう、日本語で言いますと役に飲み込まれてしまうね。そういう結果につながるんです。するとね、さっき言いました、良い占いは当たらないくせに、なんか悪い結果ばかり当たる気がするな、なんか嫌になっちゃうな、そういう声が
聞かれるようになってくるんです。で、それがさっき私が言った人間には運気に強く左右される時期がある。そういうことにつながっていくんです。ですからね、これは誰にでも当てはまるという話じゃないんです。自分はそんなこと、全然そんなことない。運気なんか関係ないっていう方もね、必ずね、いらっしゃるんですよ。運気の影響を受けてない時期だ、受けてない時期という方なんかね、まあ特にそうだと思います。池田富岡の言うことはね、当たってないな。方向の言うことなんか当たってないな、外れてるなっていう方はね、必ずいらっしゃるんです。でもね、今聞いてくださっている方の中にはゾクッとした方がいらっしゃるはずなんです。それって私のことじゃないとかね、確かにそういうことがあったなと思ってね、背中がゾクゾクッとした方がね、何割かはいらっしゃるはずなんです。でね、そういうふうに分かる方、感じ取れる方っていうのはいいんです。私が今日お話したいのは、こういうのを感じない、何を言ってるのかとね、ちょっとバカにした感じでそういうふうに聞いてるような方で注意してください。せっかくまあこうやって聞いてくださってる方に向かってね、言うのはあれなんですけども、こういう目に見えない世界からの影響というもの、そこから起きる出来事というのはね、バカにしていると痛い目に遭うんです。まずそういう態度はね、周りの方のね、足をね、引っ張るんです。身近な人の足を引っ張っている、家族が幸せになろうとする足を引っ張ってる、そしてね、自分はね、そのことに気づいていないというね。ですからね、あなたご自身もそうですし、もし家族の中で何かうまくいっていらっしゃらないとかね、人間関係か仕事か、まあ、経済的になのか、どうもね、うまくいかないことがあるということがもしあるようでしたら、私が言ってます、こういうことをね、古臭いことだなんてね、思わずに、まあいや、まあ思ってもいいんです。古臭いと思ってもらっても、まあ結構なんです。でもね、古臭いからといって間違っているわけじゃないんです。私ね、さっき言いました。どうもね、最近の日本はおかしいんです。日本人はですね、まあ、もちろん全員がそうだったとは言いませんよ。でもね、日本人というのはいつもある方向にね、いつもね、目を向けてたんです。同じ方向に向いてたっていうわけじゃないですよ。でも結果的にその方向に心の目が向いてたんです。そこはね、目に見えない世界。目に見えない世界の力、見えない力、心の目がそこに向けられて、ね、ありがとうございます。感謝します。これね、どこに向かって言うわけじゃないですよ。ありがとうございます。感謝します。目に見えない対象に向かって、ありがとうございます。感謝します。まあ、時にはそれが神霊であり、神仏であり、ご先祖様ですね。ありがとうございます。感謝します。あ、そうだ。ちょっと前にさ、ほら、松山英樹選手、プロゴルファーのね、プロゴルファーの。彼が日本人初のマスターズトーナメントの優勝、初のメジャー制覇をして、ものすごかったでしょ。日本はもちろん、ほら、アメリカでも騒ぎになってて、これね、ゴルフわからない方もね、ちょっと聞いてほしいんですけど、あの時さ、ラスト、松山選手の優勝が決まった後ですよ。キャディのね、早藤翔太さんっていう方、さっと帽子を取ってね、コースにね、スパッとね、一礼するんだよね。あの一礼する姿、世界中の人が驚いたんですよ。アメリカのニュースとかトップ記事になってて、日本の美しさを見た、感動した、感動で涙が出たってね、あれね、外国人が書き込んでるんだよね。すごくないですか？ニュース見ててもね、字幕なんかは出てませんけど、ありがとうございましたってね、心の声がね、こっちまで聞こえてくるんですよ。世界の超一流の世界でせめぎ合っているわけだから、
ああいうトップアスリートたちがね、必ず同じことを言うんですけど、自分の力だけでは勝てませんでしたって。ね、ですからありがとうございましたってね、あれ本当に心の声なんですよ。自分の力だけじゃない、周りの力、支えてくれている皆さんの力、最後の勝敗は運の力もある。だってね、ああいうトップレベルだとほとんどは力は同じか、相手の方が力は上だったりするわけですからね。そういう目に見えないものがね、大きく左右するわけです。ですからキャディさん、早藤さんはね、思わず帽子を取ってさっと目に見えない誰とでもない相手に向かってさっとね、一礼したわけです。そしてそれが世界の人に一瞬で意味が通じたっていうね、これすごくないですかね。ですからね、私は冒頭で自動的に幸せになるって言ったんだけど、こういうものにはね、ものすごくパワーがあるんです。人間というのは自分のエネルギーが下がってしまって悪いものに影響されやすくなってしまう時があるね。それでも目に見えない力が守ってくれる。これはね、真実なんです。真実です。それは目に見えないものに向かってありがとう、ありがとうございます、感謝します。簡単だけどこれ忘れがちなこと。こういうのを忘れずに、あの松山選手のキャディーさんみたいに忘れなければ、ここぞという時に見えない力に守られて勝てるし、たとえ調子が悪くなってもすぐ復活させてもらえるんですね。自動的に幸せになるって本来はこういうことだと思うんです。そしてね、日本人はこのことを古くから知っていました。私たちのご先祖様はこのことをよく知っていたんです。今日はですね、途中でちょっとね、こういうことを信じない人に向かってちょっと小言めいたことを言ってしまったんで、気分を悪くされた方がいたらごめんなさいね。反論もあるかと思いますけども、私は間違ったことは言ってません。それは絶対に言ってないと思います。皆さん、感謝ありがとうの心を忘れないようにして、一緒に幸せになっていきましょうね。自分も幸せになって、周りの皆さんも幸せになってもらいましょうね。今日お話ししました、人間なら誰にでも運気に左右されてしまう時期がある。このお話、もしあなた自身が体験された、今まさにそうである、そういう体験や感想などございましたらね、コメント欄にね、ぜひ書いてみてください。思いを吐き出せば厄払いになりますし、幸運な体験でしたら皆さんにシェアしていただくと、皆さんも喜んでいただけると思います。こういうのってね、良いことですからね。それではご視聴いただきありがとうございました。次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。